まあ、一年くらい前かな、めちゃくちゃ、今も流行ってますけど、アマンガースというゲーム、これはあの読み方諸説ありますけど、っていうゲームが流行った時も、どうせこれも友達いっぱいいないとできないんだって思った時に、オンラインでできるじゃんってなったんですよ。で、オンラインでやるとき、当時はまだね、あの、日本語が対応してなかったんですよ。インドネシア語か、えー、韓国語か、英語。まあだからサーバー入るのは北アメリカとか、あのー、 インドネシアとかのサーバーに入って頑張って英語で打ってね。あのゆうゆうブラックブラックイズノーとかホワイトあのね。色ごとに分かれてるんですよ。私は水色のスキンをよく使ってたので、あのシアンイーズ。 あの、狼みたいな感じで言われてたんですけど、そんな感じで言っていくんですよ。頑張って英語を勉強したいとかね。で、インドネシアサーバーに入ってしまったらもう全部インドネシア語を翻訳して、あー、サータリーディンダンズドードーみたいな感じでやっていくんですよ。そうやって、あの、いつの間か一人ぼっちだったのに全世界に人狼友達ができていくみたいな、そんなサックセスストーリーですから、これは。しかも同時に英語も、 インドネシア語も話せるようになった。ああ、私って素晴らしい何にもかんにも経験に繋げているぼっちって最高そんな感じです。<laughs>